皆さんこんにちは。渋谷のハロウィンが31日にあったと思うんですけども、実は、行ってきました。で、髪切るついでに行ったので、あんまりお荷物ではなく、軽装なのですが、まあ、せっかくなので、前節分の時に作ったお面と、スプラッシューターを持って、行ってきたんですよ。はい。で、なんか、みんな仮装してるから恥ずかしくないかなと思ったんですけど、すーごい、メンタルがやられるというか、すごい恥ずかしかったので、もう二度と行かないかもしれないんですけど、人生に、こういう経験ができてよかったです。ということで、どんなことをしたのか、皆さん、気になるでしょ。気になるでしょ。これからお見せしていきたいと思います。こんにちは。渋谷のハロウィンに行ってるんですけども、ちょっと人が多くなってきまして、歩くのも疲れたりとかというか、もうなんか動きたくないという人の視線がとても怖いので、本日はここにて終わりたいと思います。